次はあのソラさんは今からってあのさっきからねお話ししてますけど東京から埼玉です。あ、まあ僕からしたら、ね、同じですよね。そうなんですよ。まあそういうともう僕もちょっと兵庫県の三田から来たんですよ。兵庫県なんですか？僕兵庫県です。大阪じゃなかった。じゃない、でも東京の人からしたら大阪のやつや、そういう感じなんですよ。東京からは見えの、カブトムシとクワガタムシが同じような感じ。一緒じゃなかったんですか？同じ感じなんですよね。ついね、もう乗らせてしまう。いやいや、乗らせないですよ。あの適度に止めていただかないと、キリがないんですからね。ソラさんはあのその関東ではね、やっぱりライブ会場もあちこちに出られてまして、YouTube 僕あの拝見してびっくりしたんですよ。もう何十万ぐらいいたんですよね。1億3000万トータル14万。いやでもねすごいですよ。で自分であのオリジナルの曲を書いてやられてた。大体歌った雰囲気変わるんですか？そうなんですか。いや、大体僕よく似てますよね。ええ、あのさっき感じました。ね、全然同じことができない体なんですよ。やっぱりその時が一番その時のね、なんかこう一回なんかこうね、あのチャンスを逃すと次狙うみたいなところがありますよね。その一回は貴重なんですよね。貴重なんですよね。さっきタミさんと4回ぐらいこう初めてですからね、あの初対面ですからね、あのちょっと合わせてみましょうかっつって合わせたんですよね。あ、だいたいこういう感じで絡むならって言って、じゃあもう一回あの絡むってなんかこう酒で絡むみたいな。まあそれはまだこれからだから2回目だいたいこうあの感がつかめたんで、あ、こんな感じになるのか全く違いましたよね。そうですね。でハモリハをやっただけでも1回目2回目違う。聞かれましたよね、ハモリ上がいいか下がいいかって聞かれたんですよ。で、いやどっちでもいいですよって言ったら3回目上も下もなくて追っかけでしたよ。追っかけ。いろいろ試してみたいです。で、本番どうなんですかねっていうことちょっと聞きたくて、本番はあの本当にリクしていただいていいですからってあのちょっと検査したら本気の目でどうなるかわからへんで。わからへんでっていう。いや楽しみです。ハプニングって楽ですよね。これってあの今日やっていただく曲。なんでしたかねとわざとらしく聞くのもないけど、増田敏郎の曲でしょ。そうなんです。いろんな方歌ったんですけどね。でも増田敏郎さん、そうなんです。終わりのないんですけどね。ね、あのこの前チャズさんと、もう皆さんご存知だと思いますけどね、チャズ、美人4人揃いのバンドなんですけど、今日はあの3人になりますけどね。一緒にジョイントをやられたんですね、ここで。ちょうど2年前にここで、あのチャズさんと一緒にやらせていただいたんですよ。で、その時の映像がね、あの YouTube にアップしてて、で一人こう後頭部が映って邪魔な方がいらっしゃったんですよね。で、まあ皆さんご存知の翔太さんにどけって言われてたんですよね。ちょうどねその辺に座ってた。そうなんですよ。ビームさんタミーさんだったんです。ビデオがあるんですよ。僕はあのご存知のように後頭部が大きいでしょ。全部ね全部覆い隠してしまって、でさすがに翔太さんがその後後ろからねちょっとあの頭が出てくれる。それ面白いからそのまま全部アップしたんですよ。そこでカメラに向かってパッと踏みてるんです。俺あ、そうだから、それでタミさんが覚えましたね。あ、僕ほんなん意外とあの関東では俺ってそれで名前が売れてたり売れてるんです。それで通じるんですよ。いやね、あのカメラの前の人でしょみたいな。え、あの人歌うのとかみたいな。シーアホスロー DJ やってましたよねっつってね。鶴子さんですよね。言ってないですね。もうソラさんもやっぱり慣れたはるからあの話が上手ですよね。そのはるからっていうのがすごくいいんですよ。うん、僕はね関東なんで、はるっつったら障子ぐらいなんですよね。ああちょっと分かりにくいですか。分かりにくいですよね。ちょっとね、はるっていうのがね。なんとかしてはる。そしてはる。それもすごい新鮮なんですよ。みんなだいたい平気でしょ。関西は言いますよね。で共通なんですか。共通語ですよ。あの不思議なんですけど、大阪の新大阪の駅降りると、あの僕が癖であのエスカレーターあの
左側に引っ張りついてるんですよ。そうそう。で、大阪の人みんな右にくっついてるから邪魔なんですよ。邪魔ですと僕は思ったんですよ。後ろから邪魔やなってこと思ってところが大阪過ぎると今度また関東に戻るんですね。あれね、万博の時にね、そう教え込まれたらしいです。あ、そうなんですか。なんかね、藤井さん、そういう藤井さんの話じゃなかったら確かそうなんですよ。だから大阪だけが異常なんですね。高速道路走っても普通に行って追い越しは右でしょ。だから関東のあれは理にかなってるとは思うんですけど、でも体はやっぱりもうどうしてもエスカレーターみたいに右へ行っちゃうんですよ。行っちゃうんですよ。今一緒に高速道路の話、タミさん出した時ね、ちょっとびっくりましたよ。大阪だけは右側走っていいんだっていいかもしれない。そんな地にならないでしょっていうか、ね、で、曲いきますか。いきましょう。あの曲名なんですけども、終わりのない夏、これチャツさんも歌われましたね。あ、せっかく今日チャツさん手を挙げてください。2年前にね、僕一緒にジョイントやっていただいたチャツさんですね。こう上げたり下げたりやめましょうね。上げるなら上げるでね。学校で先生もいましたよね。で、せっかくチャズさんがいらっしゃるんで、あのタミさん、カウントはあのチャズさん風で言っていいですか。言ってください。あ、皆さんもしよろしかったら、あの手拍子、足拍子を入れていただけるとすごく嬉しいです。じゃあ、チャズ風カウントでいきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。
さ、どっかには何もいらない、湧き上がる潮に雲と青い海が俺の全てだから、俺の全てだから、俺の全てだから、ただ盛り上がらなあかんかったかと思いましたけど、すいません。いや、お疲れ様です。じゃあ、よかったですね、ソラさん。リハと全く違いましたね、またね。違いました。僕は最高でしたね。ソラさんでした。